広島広域都市圏200万人の民を心を一つにするのじゃ。元就200万一新。いやー、広島城の周りは散歩もいいな。あれ、え、ちょっと待ってください。これなんか掘られてないですか。え、いたずら。おいおい、そりゃいたずらじゃないわい。え、でも明らかに人の手で書いてありますよね。ちと勉強した方がいいみたいじゃの。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの石垣の彫刻みたいな模様は何なんですか。 あれは刻印と呼ばれていまして、この石垣は福島正則が藩主の時に築かれた石垣と言われて、そこに書かれた刻印です。ただ意味まではね、よく実は分かってないんですよ。あ、なるほど、そこは謎のままなんですね。そうなんです。この崩れかけた石垣は福島正則が広島城の無断修復を幕府に咎められた時に取り壊した石垣の跡と考えられておる。しかし幕府が取り壊しを指示したのは別の場所だったため、諸条件に従わなかったとして改易の処分を受け、福島正則は広島を去ることになったのじゃ。歴史を変えた石垣ですね。この石垣が赤く焼けてひび割れているのは、被爆の時まであった中御門の火災の跡なんですね。76年経っても残ってるんですね。そうなんですよ、被害の大きさが分かりますね。あの白いものは何か分かりますか。あ、本当だ、なんか付着してますけど、なんだろう。あれは海のカキ殻なんですね。ここがもともとじゃあ海だったってことですか。実はあのこの石垣を作るときに、近くの島とか海から石を切り出してきてるんですよ。はあ、なるほど、広島ならではっていう感じですね。そうですね、ならではですね。普段何気なく見てる石垣ですけど、過去の出来事や歴史がぎゅっと詰まっている場所なんですね。そうなんですよ、広島城は石垣の他にもいろいろな秘密があるんですね。こういうマップも配布してますので、ぜひご覧ください。山口県南東部室津半島にある平尾町は、地形や気候などがイタリア半島に似ているところに着目し、イタリアをテーマとした街づくりを進めています。山口県平尾町にお越しください。いや、石垣一つとっても興味深いことがたくさんありますね。広島城、奥が深いです。広島城の石垣は広島の歴史の証人に言うても過言ではないの。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。200万一新。おー。